これから想念の世界である。五条令は二の問題で、まず想念である。お念じしなさい。1945年8月15日の終戦から2年たった1947年8月30日、明主様は宗教団体である日本観音教団を立ち上げられました。官権の厳しい弾圧により、長い間宗教活動を行うことができなかった明主様にとり、宗教団体である日本観音教団の発足は大きな喜びであられたことでしょう。日本観音教団を立ち上げられる前、明主様はやむなく宗教職を消した日本浄化療法や岡田式浄化療法と呼ばれる浄化療法を推進する日本浄化療法普及会を通して活動を行っていらっしゃいました。浄化療法とは、手をかざすのみで体には一切触れないで行う浄霊とは違い、治療を受ける人の体を触りながら体のどこに熱があるかなどの探査を行い、その上で指圧のようなものと手かざしを混ぜ合わせながら行う治療行為のことです。これは手をかざすだけで病気が治るという宗教的行為を行っているとの当局からの批判をかわすため、明主様がごまかしつつ仕方なしに行っていらした施術、それが浄化療法です。しかし終戦後、日本の新憲法において信教の自由が保障されるや否や、明主様は宗教職を前面に押し出した活動を始められるのです。その時代には新宗教というのはとてもやかましいので、手も足も出ないので宗教ということは言えなかったのです。そこで治療ですが、日本浄化療法という民間治療でごまかしていたのです。それが終戦になって、良い塩梅に信仰の自由が許されたので、22年8月にやっと宗教法人として宗教的にやることを許され、それから本当の活動を始めたのです。当局の取り締まりがあまりに厳しいので、15年秋廃業することとなった。その後戦争等もあり、次来7年間岡田式浄化療法の名によって技術者養成に先進し、数百人の門弟を作ったのである。しかるに終戦となるや信教の自由が許されたので、22年8月宗教法人の許可を受け、この時から表面的宗教活動に移ったのである。私が以前から宗教をやりたいと思っても、終戦前は点でどうすることもできなかった。それで仕方なしに浄化療法という民間療法でやっとやっていたようなわけで、
宗教的なことは全然ダメです。それが終戦と同時に信教の自由が許されるというわけで、宗教団体を作ったのです。信教の自由が許されて、それからが本当の仕事ができるわけです。名主様は日本浄化療法や岡田式浄化療法という浄化療法をごまかして仕方なくやっておられたと仰せなのです。しかし戦後、信教の自由が許されるとすぐ浄化療法という活動は一切取りやめられ、本当の活動である宗教活動を表立って進められることになるのです。名主様はその喜びのお気持ちを、天下晴れて宗教団体として活動ができるようになったと仰せになっています。戦争の影響があったとはいえ、本来望んでもおられなかった宗教色を消した日本浄化療法、岡田式浄化療法の活動を長年せざるを得なかった名主様の無念はいかばかりかと思わざるを得ません。と同時に、戦後信教の自由が日本国民にも許され、本当に望んでおられた宗教活動を表立って進めることがかなった名主様のお喜びはいかばかりだったでしょう。しかし残念なことに、宗教を前面に出した活動に納得のいかない方たちも多く現れ、日本浄化療法普及会の解散とともに、大勢の方々が名主様のもとから離れました。そればかりではなく、あろうことか脱退はせず、名主様のもとにとどまりながら、名主様の陰に隠れ、名主様が取りやめられた浄化療法をする人たちが現れる事態も発生しました。それに対し名主様は、そのような行為は民間療法であり、絶対にしてはならないことであると強く戒められました。お伺い、本教団のうちで以前の浄化療法式で人を導いている会があります。浄化がひどいときは治療でなければ助からぬと言い、指圧の許可も取ってやるからと言って進めております。許可を取れましたら治療をしてもよろしいのでしょうか。お伺い申し上げます。名士様、逆である。浄化のひどいほど条例する。お伺い、教導士が幹部に体を用いず条例のみによるべきことは承知いたしおりますが、幹部以外の箇所をするときや、あるいは疲労した程度の人々をいたします場合、つい浄化療法時代の魅力が捨てきれず体を併用しているものもたくさんありますゆえ、失礼とは存じながらお伺い申し上げます。名士様、こりゃ違いますよ。条例には絶対体を使っちゃいけない。それじゃ全然宗教じゃない、民間療法になってしまう。大変な間違いですよ。ここでの体を用いずの体というのは、手を体に触れ指圧のような行為をすること、浄化療法のことを指していますが、名主様はその行為を
大変な間違いであると断固として反対しておられます。真っ向から否定しておられます。そしてそのようなことをしては全然宗教ではなくなってしまうと仰せのように、名主様はあくまでも宗教としてご自分の活動を進められたいご意思を明確に示しておられたのです。条例をさせていただくとき、指圧や体を触って熱を探査するなどの体を絶対使ってはいけない。むしろ体は使わず、体の力をできるだけ抜いて霊の力に現れていただくという名主様の方向性は、その後もさらに進んでいきます。そして1950年12月には条例法が変わったことを私たちにお伝えくださいました。今回ご神事により条例法が変わることになったから、今日以後その通りにされたいのである。これは霊界が最近非常に変わってきたためで、それに基づいたことはもちろんである。今までの条例法はどちらかといえば霊と体との両方が加味されていた。というのは手のひらから霊を出す場合、ある程度力が加わったのである。力、すなわち体であるから、それだけ霊の力が減ずるわけになる。もっとも今までとてもそうではあった。一生懸命になるほど効果が薄かったのもそういうわけである。ところが今後はそれが著しくなり、絶対体的力を抜き霊のみを放射するのである。この方法でやれば非常に治りがよく、今までよりも5倍以上の治病効果を奏するのは確かであるから、ご神業は驚くほど発展することになろう。したがってそのつもりで迷わず臆せず、私の言う通りにすればいいのである。名主様は、指圧や探査などをして手を使うことは体であるから、それだけ霊の力が減ること、効果が薄くなることをお示しになりました。そして絶対に体の力を抜かなければならないと仰せになり、今日以降そのごとくしてほしいこと、そして迷わず臆せず名主様のおっしゃった通りにするよう私たちにお命じになりました。しかし名主様は条例法変わるで止まられたわけではありません。体を用いず体の力をできるだけ抜くという方向性はさらに推し進められ、名主様はついには手をかざすという行為そのものが体を用いていると感じられるに至り、手はかざさず思いによって想念によって神様の光の御用にお使いいただけることをお示しになったのです。1954年4月に脳一血のご浄化をお受けになった後、名主様は、ご神業はすでに想念の世界に入ったこと、ご条例は二の問題であってこれからは想念であることを繰り返しお述べになりました。当時の名主様の側近奉仕者はその時のことを次のようにお話になっています。側近奉仕者、
ご浄化になられてすぐおっしゃられましたことは、これから想念の世界である。ご浄霊は二の問題で、まず想念である。お念じしなさいとたびたびおっしゃられました。また当時、側近奉仕者は自分の体調が悪い時などにはすぐに名主様にご条例をお願いする決まりになっていましたが、脳一血のご浄化のあと、いつものようにご条例をお願いしに行った側近奉仕者に対し、名主様は、ご条例はされず、今までとは違う。これからは特に想念が大事なのだ、という意味のことをおっしゃり、その側近奉仕者を強くお叱りになりました。名主様は浄化を抱えた側近奉仕者に、それまではしておられたご条例をされなかったのです。炭素や指圧を混ぜ合わせた浄化療法から、そのような行為は絶対にしてはならない、手をかざすのみの条例へ、そして条例から手をかざさず思いを通して救いを進める想念の世界へと、名主様のご診療は進んでいったのです。霊と体の両方を使用していた時代から、体を用いない霊の身による救いへと進んでいったのです。浄化療法から条例、条例から想念へと進んでいったのです。というより、浄化療法はそもそも名主様が宗教活動を行うことができない時代に仕方なしにされていたことですので、名主様のご診療の一部に加えることも、名主様に対し申し訳ないことでありましょう。この度の教団浄化で、教主様は名主様が廃止された浄化療法を、いまだにその活動の中心に置いている団体から尾行、盗聴、盗撮され、そしてそのような方々から一方的に、教主は教義違反により世界救世教から追放したと言われています。しかし本来、許されざる教義違反をしているのは誰なのでしょうか。名主様は宗教色を消した幅広い活動ではなく、むしろ宗教色を前面に出し、メシアを表看板にし、人類に対して厳しくも愛あふれる最後の救いをもたらそうとされたのです。その名主様の御心を無視し続け、いまだに宗教色を消した活動や浄化療法をしている方々こそ、名主様に対して許されざる教義違反をしているのではないでしょうか。しかし、そのような活動をしている方々は、心の底では名主様に反していることを感じているがゆえに、教主様がいらっしゃること、すなわち名主様がいらっしゃることが都合が悪かったのではないでしょうか。だから教主様を追放しなければならないと思ったのではないでしょうか。名主様を追放しなければならないと思ったのではないでしょうか。メシアの御名を世に問い、神様のご存在を一切隠し立てされない名主様、宗教色を前面に出される名主様、人類に
悔い改めを勧告しに来られた名主様、浄化療法を大変な間違いだとおっしゃる名主様、そしてご条例は二の問題で、これからは想念の世界であると仰せになった名主様、教主様を追放したと主張している方々は、この名主様がいらっしゃることが都合が悪くなったのではないでしょうか。だから教主様を追放しなければならないと思ったのではないでしょうか。しかしこのような方々の姿は私たちが裁けることではないのです。このような姿は実は私たち自身の姿なのです。それを教主様が教えてくださっているのではないでしょうか。神様、名主様の都合よりも人間の都合を優先したい、メシアの御名を受け入れたくない、悔い改めたくない、そして何より神様のご存在を隠したい、つまり宗教団体に所属していることを人に隠したい、それが私たちの姿なのではないでしょうか。1936年、官憲の目をごまかすためやむなく宗教色を消した大日本健康協会を発会した折、名主様は、例えばキリスト教、天理教の人などは観音様というと躊躇する、今までは救われる門が一つしかなく狭かった、今度はもっと広い入りいいものがもう一つできたことになる、どうせになりました。しかし名主様は1950年の立春に世界メシア教を創立された時、善と悪の立て分け、また救われる人と救われない人の立て分けの時期が来たことをお示しになりました。観音どころか一般の人がさらに躊躇するであろうメシアの名前を表看板に据え、そのメシアの救いに預かりたい方々に対して真の救いをもたらそうとされたのです。世界メシア教を開教されたことにより、宗教色を消しつつ社会に受け入れられるような活動を通してできるだけ多くの人を迎え入れるという時代はとうに過ぎ去ったことをお示しになったのです。大日本健康協会の発会の時の、例えばキリスト教、天理教の人などは観音様というと躊躇する、今までは救われる門が一つしかなく狭かった、今度はもっと広い入りいいものがもう一つできたことになる、というような時代はとうに過ぎ去ったことを名主様はお示しになったのです。入り口、間口を広げ、そこから奥の信仰の世界に導いていくというやり方でご信仰を進めていく時代はとうに過ぎ去ったことをお示しになったのです。そもそも一歩目である入り口において神様を避ければ、神様を避けたい人しか集まらないでありましょう。私たち自身が神様を避け宗教であることは恥だ
隠したいと思っているならば、どうやって名主様が願われているような方々が集まってくるというのでしょうか。神様の御前に悔い改め、神様、名主様にお仕えしたいという方々が集まってくるというのでしょうか。いかにお花活動、美術活動、健康法健康食というあり方で間口を広げ、世の中に受け入れられる活動を推進したとしても、集まってくる方々は神様を避けたい方々、新宗教は恥だ、おかしいと思っている方々となるでありましょう。そのようなあり方で、いかに人が集まろうとも、日本浄化療法普及会や大日本健康協会を解散された名主様にとっては無意味であり、すべては水の泡にキスでありましょう。神様は私たち一人一人の中で、いつも24時間ご浄霊の手をかざしてくださっています。そして私たちの心に浮かぶありとあらゆる思いを、ご自分の愛の御手によって包み救ってくださっています。これこそが浄霊は二の問題で、これから想念の世界であるとの御言葉に込められた真実だったのではないでしょうか。この名主様の真実を教主様が教えてくださったのです。名主様は、ご条例は二の問題で、これから想念の世界である、どうせになることにより、手を掲げるご条例の時代はすでに過ぎ去ったことをお示しになりました。しかし、その御言葉の真意がわからない私たちは、長い間名主様の御心を無視し続け、手を掲げるご条例にどこまでも固執し、今日までさまよい歩いてきたのではないでしょうか。そのような私たちを救うため、名主様は教主様にご自分の真の御心を託し、今私たちを導いてくださっているのです。ご条例の手は、実は私たち一人一人の中にある想念、私たち一人一人の中にある心に存在している神様の御手であることを教えてくださったのです。私たちは、私たちが日々感じる良い思いも悪い思いも、神様の愛の御手にお委ねし、真のご条例の御業にお仕えさせていただきましょう。そして名主様が脳一血の病のさなか、命がけで残してくださったご条例は二の問題で、これから想念の世界であるとの御言葉を、迷わず臆せず名主様の言う通りにお受けさせていただき、私たちの想念、思い、心を通して進められる名主様の救いの御業に、大いなる喜びをもってお仕えさせていただきましょう。これから想念の世界である、ご条例は二の問題で、まず想念である、お念じしなさい。